ラインベックは日本の競争馬である。馬名の意味はニューヨーク州の田舎町。2017年4月5日、北海道阿びら町のノーザンファームで誕生。三冠馬の父リープインパクト、金馬三冠馬の母パパネは、共に金子正人の所有馬であり、両馬の配合は夢の配合、三冠、配合、十二冠配合などと称される。 前アニに2014年生まれのモクレレ、2015年生まれのジナンボウがおり、本ンは第三個となる。前アニ2頭は、ミホの旧社に預けられていたが、本ンは、金子正マホールディングス所有のダービー馬マカヒキ、ワグネリアンを管理する立党の友道康夫旧社に入級した。デビュー戦前の一周前追い切りでは、CW コースでラスト一ハロン11秒4と非凡な瞬発力を、 披露した。友道氏は能力を感じさせる馬です。いいフットワークをしていますよと評価し、大江長教女子も来年のクラシック路線に乗せたい素材。体の使い方が柔らかいですし、先々まで活躍を見込んでいますと期待を述べた。6月29日の新馬戦で、福永祐一を背にデビューを迎えた。レースでは緩い流れを2番手で折り合い、 ラストは出走馬中最速隊の上がり3回33秒、八の足で抜け出し、新馬勝ちする。レース後、福永はよく調教されていて、キサはわずかだったけど安心して乗っていた。距離が伸びても問題ないとコメントした。2戦目は中2周で中京2歳ステークスに出走。重馬場でのレースとなったが、単勝1.2倍の圧倒的支持を集め、番手、追走から、 危なげなく抜け出して、デビューに連勝を飾った。福永は距離を伸ばすことを考えれば、花には立ちたくなかった。楽勝という感じではなかったですが、こういう馬場も含めていい経験にはなったと思いますと、振り返った。休養を経て、重賞初挑戦となる東京スポーツ杯2歳ステークスに出走。それぞれ新馬戦を解消した、コントレイルとアルジャンナに次ぐ3番人気となったが、 レースは、コントレールが2着、アルジャンナに5馬審査をつけて圧勝。本馬は、アルジャンナからさらに遅れること4馬審査の3着だった。クれのホープフルステークスもコントレールの4着となった。初戦の若駒ステークスは一番人気に押されたが3着。休養を挟んだサツキ賞は15着。続く、NHK マイルカップは8着と制裁を隠ースが、続いた。その後陣営は先を。 条件戦に変え、さらに初のダート戦となる、二脇特別に出走。レースではスタートから先手を奪うとそのまま逃げ切って優勝。ダート初勝利を挙げた。この勝利でディープインパクトは史上最速となる3区の JRA 通算2200勝を達成した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。